松村邦弘、ためにならないチャンネル、どうもよろしくお願いします。どうも声が出てますね。出てますね。声も戦力ですからね。戦力、もう声が大事ですよ。声のね、小さい人にね、やっぱろくな人はいませんよ。なんでお二人とつながってるんですか？家が近所ですから前がね、中野区で僕はうろうろしてるんで、夜回りみたいなの夜中に中野区やってる時に公園の前でラジオ聞いてたのを俺がちょっと見逃さなかったっていうんですかで、ついていったほんで家まで分かりましたんでね、家もチェックします。ストーカーです。僕はタレントになってなかったらストーカーなんで、タレントだから OK、 タレント県民のストーカーです。どこに誰の家があるとかいうのは大体把握しますんでね。もうサムネイルでもネタバレしてると思うので、そうですね、早速はい呼びましょうかね。はい、鬼越トマホークのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。そうですね。嬉しいですね。声大きくね、今日は頑張ります。そうですよ。スタッフさんも多いですね。結構。僕のスタッフは1、2ですね。あとは大体あれじゃない。金ちゃんとこのスタッフ。うちのスタッフさんだって一人で、あとマネージャーが今日偶然来てますけど。普段は絶対に来ないんで。マネージャー来ないんですか？だんだん浜田さんと僕ら持ってて、基本的に浜田さんの方に行くんで、僕らはもう野放しというか。そりゃ力関係じゃ浜田さん。いやそうですよね。どういうことが？どういうことがあっても。そうなんですよ。いや YouTube 自体ではね、ちょっとやっとコラボさせていただける。うわ、ありがたいですよ。そうですね。そうですね、本当にストーキングされた身としては嬉しいというか、公園で俺がラジオを聞いてたの、一人でね、そしたら、もう邦弘さんが、邦弘さんか、邦弘さんか、邦弘とみゆき、松村邦弘さん、大江テレビ、あれ、俺が聞いちゃうんだよね。そっからですよ、もう30本間、野球の話、野球お好きですもんね、DeNA のファンだ、最近 DeNA どうなのって、タイガースはねって、そっからまた高校野球も好きでねって、僕も野球やってたんですよ、30分間ばって話して、でもう時間的にもうそろそろちょっと帰りたいなって思ってたんで、直接言ってはないよね、心の中で思ったことないや、ちょっと雰囲気的に、皆さん、すみません、ちょっとお時間もあるねって、いいですかって言ったら、じゃあ、ついてくよ。ちょっと家どこなの、りんちゃん。お前まで家の前までっつってここかーっつって元気なストーカーじゃあまた来るねっつって怖っここだっていうのを確認してから時々に朝の散歩で「ここりんちゃんちだよ」っつってねみんなにぶらしてたみんなにそうそう。それが一番最初ですよね。元気なストーカーですね。そうですね。そこからちょっとまあそのエピソードをちょっとダウンタウンデラックスとかいろんなことを喋らせていただいて。さんまさんのやつもましたよ。本当ですか。よかった。それ勝手にストーカー扱いさせていただいてるんですけど、皆さんの話を実話だったんだじゃあ。全部実話。実話一切持ってない。奥さんに合わせてあげればよかった。そうなのよね。そういうところがさ、無血開業してほしかった。結局でも11時とかでしたよ、夜の。結構夜の時間ですよね。結構遅かったですよね。やっぱ吉本だから、すぐ鎖国しちゃうんだ。いやいや、違う。結構徘徊怖いよ、お前。今はいいよ。こういうふうにタレントさんとしての松村さんは。夜の公園で徘徊してる松村さん、むちゃくちゃ怖いからね。マジで。でもね、徘徊してるおばあちゃんとかいらっしゃるね。なんかね、息子がいないのよって、一緒に探してたら、息子さんがおばあちゃん探してた。おばあちゃん徘徊してるおばあちゃんが徘徊するおばあちゃん全員徘徊アウトレイジみんなで徘徊で回ってたもんね。吉本興業と太田プロダクションってなかなかシステムは違うけれどね。はい、そうですね。昔からの歴史があんまり僕ら分かんないんで、ここの場所もたけしさんが住んでたりとか。そうですよ。そうなんですよ。3階がたけしさんが昔は住んでました。ここの部屋には行っちゃっていいんですか？いいです。でまた太田プロダクションももともとここのマンションにあったんです。そうなんですね。なるほどなるほど。この部屋ですか、たけしさんの。うん、そう。ここから講談社に行ったわけじゃないですけどね。講談社に行ったのはちょっと別のとこから。あの事件の時ではないけど。いないですね。もうその頃はここは分断のセピアの方に住んでた。分断セピア、2軍のような、邦子さんとか3年目ぐらいまでここが太田プロだったんじゃないですかね。邦子さんはね、もう太田プロを裏切っちゃいましたね。裏切っちゃいないって言います。裏切っちゃいまあ一石っていうかね、別にもめではないですもんね。もめ円満は円満てるような、揉めてないような、揉めてないと思いますね。ですよね。円盤って本人が言い張ってるだけ。いやいやいや、今さ、クルーガーさん以外全員スポーツ選手っていう、よくある事務所に行ってますよね。そこのなんかスポーツの人たちが集まってる事務所にいるんだよね。そう、いますね。はい、いますよね。クルーガーさんだから、YouTube もコラボさせてもらって、それこそ朝7時から、クルーガーさんの事務所に呼ばれて、みんなもう頭回んないまま、撮って喋ってっていうのありましたね。結構、このなんか、クルーガーさんと結構仲いいですね。太田プロで言ったら多分。あれね、邦子さんと一番僕ら関係性あるから。そうですね。吉本と太田プロであんまり関わりないんですけど、この間も僕舞台見に行かせていただいて、邦子さんがやってとか、あと3人で釣り行きましたこの間。そうですね。邦子さん釣り好きだもんね。めっちゃ好きです。邦子さんが運転で朝の本当に5時頃に僕らの家に迎えに来てくれて、3時間かけて伊東の方まで。でも運転してる最中ずっとね、鶴太郎さんのゴシップをゴシップ、鶴太郎ゴシップ、鶴太郎ゴシップ、若い頃の鶴太郎さんがね、めちゃくちゃモテたっていう男だった。結構今何時に起きて何時に、今午後7時に寝て11時に起きてるらしい。そうそうそう、夜の4時間しか寝てない。11時に1回電話したこと、こんな夜中になんだ、今起きたとこだ、お前も朝早いな。俺は食事は今、朝はどんぐり、昼はどんぐり、夜もどんぐりだ。本当にペットみたいな感じの生活してる。ナッツ類が好きなんだ。僕一回ナッツを食ったら、このナッツじゃないんだよ、こだわりがあるんだ。なるほど。スタッフさんに言われたから、あんまり喋らせすぎるとスタミナ切れちゃう。そうそうそう。これが続くわけじゃないです。続かないですよ。1回しか持たないから。そう。で次は切れる。まあ本当に短いイニングで投げ込むタイプなんですね。4イニングの3分の2ぐらいで大体出るんですよ。じゃあ5回は持たない。5回は持たない。勝ち投手になれないです。キッチャーはなんかお父さんがね。はい。演歌歌手。あ、そうですね。また50年売れてない演歌歌手をやってるんですけど、それこそなんかいろいろちょこちょこテレビにとか出させてもらったりとか、その演歌だけじゃ食えないんでちょっと居酒屋の方もやっててみたいな感じで。あと細川たかしさんと同じぐらいの芸歴で。細川たかしさんと同期ってことは1975年。だからすごいですよ。それよくよく全部覚えてますよね。カープ初優勝の時。うわー。G メンが始まった75年。G メン。記憶力が凄まじいですね。75年で国枝さん何歳ぐらいですか？だから7歳だから小学校1年か2年ぐらい。7歳の時の記憶今こんなあるってことですか？僕ね、子供の時混ぜてましたからね。混ぜてたとかじゃないですよ。漫画とかも大体記憶残ってます。見たものとか全て覚えてしまうみたいな特殊能力があるっていうのは一時期すごいね、よくパッと見たら覚えられてたんですよね。当時7歳ってね、7分の1なんで覚えてるんですけど、今ね56分の1なんで昨日何食ったかが分かんない。過去の記憶はもう、過去の記憶は全部あって、今の記憶は全部、今の記憶がちょっと途絶えてますね。アンティヒーローもいろいろ見てんだけど、なかなか頭が入らない。さすがひろきさんのセリフが早いっていうのはセリフ多いですもんね。なんかこうでどうしたんだ、お前はこんなこと分かってるだろう、ちょっとねまだ入ってこない。中入ってる方ですけどね。それこそつながりに言わせてもらいますと、うちの親父がみかきんさんのマネージャーもやってまして。